ごめんね、もう休むところだった。これから出かけられない？ゆいちゃんも一緒に。内緒、ついてからのお楽しみってことじゃダメかな。さあ何でしょう。私も一緒でいいんですか？もちろんだよ。3人でお出かけしようね。そうだね。どうしたんですか、ママ。なんだか少し顔が赤いみたいです。大丈夫。なんでもないよ。気にしない、気にしない。ごめんね、ゆいちゃん。もうちょっとだから。私は、パパとママが一緒なら、どこまでだってついていきますから。着いたよ、キリト君、ユイちゃん。何もないことはありませんよ、パパ。花壇があるし、街灯だって設置されています。はい、それじゃあキリト君は私の隣に座って。はい、ママ。うん、ありがとう。それでは、本日のメインの登場です。大きな紙包みと小さな瓶、何が？とっても美味しいものだよ。ちょっと待ってね、用意をするから。ワクワクします。はい、キリト君どうぞ。こっちの小さいのはゆいちゃん用ね。ありがとうございます、ママ。いいから食べてみて。よかった。そっくりな味でしょ。ここまで調整するのに、いろんな素材を使って何度も試したんだから。気に入ってくれたならよかった。これはね、私とキリト君の思い、パパとママの思い出。うん、キリト君が私に黒パンとクリームを分けてくれたのもこんな場所だったでしょ。あの日、あの場所でキリト君に教えてもらったパンの味を。なるほど、黒パンにクリームを乗せることで食感や味が違った感じで楽しめるんですね。美味しいです。ありがとう。やっとそっくりな味が作れたから、あの日を再現してみたくってね。ゆいちゃんもいるし、3人で食べたいなーって思ったんだ。キリト君と初めて出会った頃のパンの味ってところかな。このパンは私にこの世界で生きる気力を与えてくれたから。違うわよ、そういう意味じゃなくって。はい、これがパパとママの思い出の味というものですね。クリームが残ってるの、もう一つ食べる？はい、どうぞ。パパ、私も食べたいです。
ごめんなさい、ママ。もう、二人とも子供みたいに。毎日が送れるのかなって。私もパパとママのお手伝いをします。ぎゅー。あ、じゃあ私も。キリト、さっきあの娘見かけたぜ。ああ、フィールドまでは追いかけたんだけどよ、そっから見逃しちまって。方角的には迷宮区の方だが、とっ捕まえておいた方が良かったか。え、地震か。なんだよ、脅かしやがって。確か80層に着いた時にも地震があったよな。地震の他にもフィールドで不自然にラグるところが増えてるって噂もあるし、やっぱなんかがおかしいのか。
行くぞ。
ただいま。